皆様、本日はご来場いただき誠にありがとうございます。これから始まる物語は、この世界のどこかで起こっているかもしれない物語。今は会えない誰かと誰かの物語です。今日のお話はこの男。人生には何度か大きな節目がありますが、そんな節目だからこそ大切な家族にも祝ってもらいたい、そんなもんじゃないですかね。おお、元気元気。4日部屋出てないけど超元気。この生活最高。なんちゃって。何してんの？あ、そう。俺はネット。あと、ゲーム。あと、いろいろ。ビール。ああ、今日はもうやめた。引っ越しの準備？まだ。てか、引っ越していいのかな？こんなタイミングで。そりゃ一緒に住むでしょ。当たり前っしょ。なあ、しゅうちゃんさ、俺さ、やっぱさ、いや、なんでもない。楽しみだな。当たり前っしょ。ウキウキですよ。だって風呂も毎日一緒だし、何かあっても看病してもらえるし、テレフォンしゅうちゃん料理うまいし、僕の心配なくなったし、この想いを彼女の胸まで近く、
Till the door